今回は、あったかいお風呂最高。そう、バスタイムが楽しくなる季節到来。今年もたくさんお風呂で手軽にリラックスできるグッズが登場していました。中でもスタッフ一押しがこちらでございます。こちら薬用オイルインバスソルトという商品となっております。今年の9月に発売したばかりの入浴剤オイルインバスソルト。バスタブに入れることでお湯の表面にオイルの膜ができるため、湯上がりの時に美容オイルが全身に密着、体の温かさと肌の潤いの両方をキープしてくれるんだそうです。他にもこちらは、今月に発売された新商品となっております。10月に登場したばかりの新商品、1分間に最大2700回というパワフル振動のボディシェイプガン。防水仕様のためお風呂の中で優しくボディケアができるんです。軽量コンパクトなデザインなので全身どこにでもフィット。さらにこちらの商品になります。お風呂で簡単にサウナを楽しんでいただける商品になります。隠れた人気商品のこちら、吸盤がついているので浴槽に簡単に設置でき大量発汗できるサウナドーム。蛇腹型で使わないときは簡単に折りたたみすることも可能です。ロフトで見つけた快適お風呂グッズのほかに今回見つけたのが、こんにちは。こんにちは。お世話になります。なんかあの素敵なお風呂グッズがあるというふうに伺ってきたんですけれども、はい、それがこちらのウルブロ Z という商品になります。はい。こちらですね、もうズバリお風呂に入るだけでお肌がしっとり、体が。ちょっと待ってください。はい、お風呂に入るだけでお肌がしっとり。そうです。いやん。女性におすすめの商品となっております。本当ですね。はい、早かったですね。今食いつき。まだいい途中でしたよ。お肌がしっとり、また体がポカポカになる商品になってます。このウルブロ Z はお風呂の追い炊き口のところに設置するもの。早速どうなるかというと、これでですね、まあ、はい、ウルトラファインバブルというものを発生させるお風呂の部品となっております。あ、なんか言葉としては聞いたことあります。ただこの目に見えている泡というのは少し大きめの泡でして、はい、当社のこのウルブロ Z というものが発生させているウルトラファインバブルというものは実はこの目に見えないところなんですね。目に見えない。そうなんです。これ目に見えてる泡というのは実はこの本領ではないんです。そうなんです。ウルトラファインバブルはこの目に見えている泡ではなく 0.001 ミリ未満という目に見えないサイズの超微細な泡なんです。でもこれでつるすべポカポカになる。そうです、なります。泡が小さいことでですね、まあ、肌に浸透しやすくですね、はい、肌をしっとりさせるという効果がございます。何、この中に入ってくる。そうです。0.001 ミリ未満という超微細な泡のため肌の角質層に浸透しやすいウルトラファインバブル。なんと肌の水分量が通常の入浴のおよそ 10% アップするという実験結果もあるそう。河内くんは若いから知らないかもしれないけど、私たちぐらいの年になるとお風呂から出ます、はい、で顔を拭きます。化粧水化粧水化粧水早くしないとカピカピになっちゃうからってなるんですけど、はい、これだとそうなりにくいってことですね。そうですね。普通のものに比べて肌水分量が多く含まれますので、さらに、まあ、ウルトラファインバブル自体がマイナスの電位を帯びておりますので、はい、プラス電位の汚れを、まあ、吸着して汚れが取れやすくなるといった効果もございます。はー、ということは毛穴の奥まで綺麗になるんですか。そうですね。お湯に入るだけで取れてる。そうなんですよ。すごい欲しいんだけど、あのまだこれだけだったらね、はい、やっぱりちょっと安直すぎる。この説明、伊勢さんの説明だもん。こんなにいっぱい説明していただいたのに安直すぎますか。まだ体験って大事なわけよ。ということで河内くん、お願いします。お願いします。はい、河内です。こんにちは。よろしくお願いします。どうしたそのヘアバンド。あった方がしっかりと皆さんにお風呂の様子をお届けできるかということで。はい、河内アナ身をもってウルブロ体験。この距離で今手を近づけるとブクブクとちょっと手に感じるんですけど、でもこの体全体で何か刺激を感じることは全くなくて。ブツブツ感じないの。感じないですね。でも本当になんて言うんだろうな、気持ちいい。もうちょっとなんかウルトラファインバブルというのは水中に長期残存するのが特徴なんですね。はい、溜めたお湯をですね、何もしない状態でしたら2ヶ月
バブルが残っていることは確認できます。このお湯ですか？そうです。このまま？そうです。ずっと出しとくものだと思ってたんですよ。そう、そうではなくてです。じゃないんだ。一度発生させてしまえば長期間効果を有するもの。じゃあ家族4人いて、はい、ママ次入ってって言って入ってもちゃんとそのバブルは残ってます。ウルトラファインバブルは残ってる。そうです、残ってます。あら。さらに入浴後の体をサーモグラフィーカメラで測ってみると40分後にはまだポカポカが続き湯冷めしにくいという検証結果もあるそうです。なんかでも41度ってまあ表示はあるんですけど、それよりもポカポカはしてきてる気がしますね。体表温度でだいたい1度ぐらいは差があります。1度？そうなんですね。1度ってすごいよ。そうです、ただこの1度ってやっぱりでかいんです。大きい大きい、はい。ただお湯に浸かるだけで手軽に綺麗とポカポカを手に入れられるウルブロゼットなんですが、綺麗に私はなるけれども、はい、このお湯はめっちゃ汚いってことですよね。まあそうですね。でこのお湯を、まあ、張ってあるお風呂を洗うのは、はい、まあ、私になりますよね。はい、そうです。そう、楽しいお風呂タイムの後に待っている現実。そこで救世主が登場。その名もジョーカー。これ一つでですね、残り湯と浴室、丸ごと除菌することができます。これ割と小さめですよ。はい、全然大丈夫です。大丈夫なんですか？使い方は簡単。上部にあるタンクに塩を入れた後浴槽に浮かべ、あとはスイッチをオンするだけ。すると、おおおお、あ、何、霧みたいな感じで。細かい霧が、あ、すごいすごいすごい。これはお風呂の残り湯を吸い込み、ミスト状のお湯が噴き出しているんです。塩水をデッキ分解することで生成する電解磁水という、まあ、機能水をですね、はい、浄化という機械に作っている状態になります。吸い込んだ残り湯と塩を電気分解した電解磁水ですが、水道水と比較してみると、汚れを落とす力の強いのが分かります。この電解磁水を浴室内で噴霧することで壁や天井など 99.9% 除菌してくれるそう。これが電解磁水の匂いです。あ、すごい、すごいすごい、プールの、プールの塩素の匂いみたいな。2時間半にかけてですね、お風呂内にずっと噴霧するんですね。なんかもうこの匂いだけでも効きそうな感じするもんね、うん、でもこれが塩とお水だけとは思えない。それがすごい、すごい。お塩って何なんって思いますね。そうですね。さらにお風呂モードを押せば残り湯を電解磁水で分解し、こちらも 99.9% 以上除菌してくれるそうなんです。はい、欲しいね。欲しいです、やっぱりね、はい、うん、クリスマスプレゼントでもいいんですけどね。ありがとうございます。なんでやねん。僕へのじゃないんです。違う、私へのじゃない。